たくないです。弱みは。おはよう。実家。おはようございます。なんか最近乾燥がやばいですね。網だけか知らんけど、なんかそんな気がします。めっちゃ。おはよう。寒いな、ほんまに寒い。でもなんかあのな、昨日と今日はまた冬みたいなのに戻ってたけど、間違えた、昨日と一昨日だけど、またちょっとずつ春になっていくって、学校の先生が言ってました。なんかね、そう言ってましたよ。戻っていくから気をつけてねみたいな言ってた。おはよう。あくびしたらあかんで、したらあかんでって。分かってる。いやもうあくびはな、一回したらあかんから。名札が、そうそう、チャラーン、ありがとう。なぜか右手だけ乾燥すれた。あ、右手よく使うからとかじゃない。海は目と喉が乾燥します。昨日の昼雪降ってたって。嘘やん、全然気づかんかった。今日は太陽ボカボカやてやんな。もっと早う。なんかさ、あのね、アミは別に夏は誕生日やから好きやけど、暑いからあんまりなんですけど、冬は寒いから嫌やから、春とかの、春のちょっと暑めぐらいが一番好きです。長袖も着れるし半袖も着れるしぐらいが好きです。でもそういう時期ってめっちゃ少ないですよね、1年間の中で。おはよう。あ、シングル発売楽しみ。そうなんですよ、めっちゃ楽しみやな。あのお話し会とか握手会とか楽しみですよね。な、うん、おはようございます。春はもうほぼないです。え、やんな、ないよな。春って言ってるけど、ほとんどな、あの冬なんよ。ほとんど冬でできてるから。そう、だからダメ。アミちゃんの直後、アミちゃんの誕生日直後にお話し会があるね。え、そうやねん、楽しみです、ほんまに。ね、6日やっけ、7日やっけ、6と7やったっけ。7と8か6と7にありました。ナミは1日生まれです、7月。あのね、これあるあるでめっちゃ言ってるんですけどね、7月1日って言ったらね、みんなね1月と間違えるからな。あのな、誕生日教えてって言った時はな、7月って言わんとな、7月1日って言ってます。な、どんな曲なんやろ、ほんまに全然わからんよな。もう知らないんですよ。楽しみです。劇場公演で踊るのも、じゃあさ、泣きささいこうがもうちょっとで終わっちゃうってことですよね。寂しい。最近少し季節ずれてきてないで。なあ、ずれてる、めっちゃずれてるよあれは。夏は終わるの遅いし、冬も終わるの遅い。春が全然ないもん。な、ないよな、全然ないよな。お腹すいたやって、ご飯食べてください。みーたん、おはヨーグルト。ヨーグルト、みーたんの写メ会行きたいやつ、待ってます。皆さん、初めての方も、来たことあるよって方も、遊びに来てね。来てください、待ってるよ。今回お話し会毎月2回ある感じやねんって。なるほどね。あ、やばい、あくび耐えたで。危ない危ない。7月生まれあるあるですな。ワイも7月生まれ、やっぱあるあるなんやな。だからね、姫さんも気をつけてください。おはよう、はじめまして、はじめまして。式じゃなくて2期に、え、
確かに秋もあんまないよな。秋やなってなる時なくない？もうさ気づいたら冬入ってるよな。で冬長いしな。春消えてるからほんま。いつか7月8日土日の時に握手会かお話し会があったらいいねってな。ほんまにあったらいいですね。今回もリアルおしゃべり会行けそうだからあみちゃんとこ行くねって。ありがとう、待ってまーすありがとう、皆さんありがとうございます。秋も2日ぐらいしかなかったね。ないなんかな、落ち葉とか落ちるの見たらさ秋っていうよりも冬やなと思うんですよ。雨は、あ、はい、お待たせしました。あのな、昨日な終わり頃にさあの1位変わったやん。だから書きたいんですよ。日高浩二さん何書きますか、何かください、暗号おはよう、のびちゃんの誕生日、あれ？あ、合ってるわ。そのうち冬 vs 夏になりそう、どっちがつかないって。でもさ、なんかさ、水と火やったらさ水の方が強そうやんけど、逆な気する。雨は夏が勝つ気がするな。そうなったら分からんけどな分からんけど、今年ウルウドしやからアミリアの誕生日が平日になったの。あ、そういうことか。え、じゃあさ、もしもさウルウドしじゃなかったら1日にあったかもしれんのかな。待って、アミもお腹空いてきたなお腹空いてきたな。おはよう、おはよう。あれ、日高浩二さんおるかな。おるはず。あくびをしましたおはようございます、おはようおはよう、はあ、今日で中1最後なんですよ、みそういえば。やばくないやばいよな、ちょっとやばいいやー悲しすぎてな、ちょっと言葉が出ないですねちょ、ほんまに心配なんですよ。何も別にもう決めたんですよ、クラス替えで。どんなクラスになってももう何仕方ないなみたいなだからもうそうなったらほんまにたくさん頑張って友達作ろうと思うけど、何が怖いかってさ、仲いい子他だけ、他全員さ固まってさ、アミだけさむの全然ちゃうクラスのドラマじゃ嫌じゃない。それが嫌なんですよ今日は校長先生の長いお話を聞く日なので。え、ほんまに長すぎてやばいよな校長先生の話って。でもちゃんと聞きますね。危な、来週から春休みかな。そうです、春休みです。来週から、え、待って、日高浩二さんおらんのちゃう、やっぱおるかな。いらっしゃらさそうですよね。選抜みんな黒髪にしてたし、センター見ると学生っぽい曲かなって。え、全然わからんねん、アミたちも曲聴いてないねん、まだ。だからわからへんねん。そう、知らないんですよ。あ、明日から春休みですよ。なんかさ、春休みってさ宿題いらんよな別にえ、だってもうさ学年変わるからいらんやんって思っちゃうけど、多分その1年生でやったことを分からへんところを2年生に持ってかへんように復習しとくんやろ多分。めっちゃ多いんですよ量が。頑張ります頑張ります。春休み欲しいやつな。春休み何するなって
まだね全然思いついてないけど、でもな今仲いいことをまあちょっと最後に、まあ、最後になるかもしれへんや、もしかしたら分からんから、もう2年生も3年生もクラスが全く違うくなるかもやから遊びます。でもなんかな、あのな、いい感じで予定空いてる日がなくて、みんなの予定が合わなかったりね、だからそうなんですだからそうなんです。あ、そういえばね、今日か明日ぐらいにな、あのルームスに上げたい動画があって、もう編集終わってるんですけどね、なかなか上げるタイミングがなくて上げれないってやつなんですけど、ちょっと待っててくださいね。ちゃんとサムネも頑張って作ったんですよ今日も。え、やんな日高浩二さんやっぱおるよな。でもどうですかね、お仕事行っちゃったとかも可能性ありますけど、明日に落ち越しますか学生最後の春休みやから遊びすぎてお金がやって、あら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 大変ですね。でもそういう時は遊ばないと、もう遊べないから。あ、前に出して230日、おめでとう。え、もう早いな。ごめんなさい、運転してるのでまた明日で、OK。じゃあまた明日待ってます。じゃあ今日の1位のコスモライトさんのお絵描きをしたいと思います。え、もう15分で出たんや、早いな。ショールームはやっぱ喋ってるとねすぐにね時間が経ちますよ。おはみこ、おはみこ、仕事始まるまでにいっぱい会いに行くねって、ありがとう、待ってますありがとう、やばいまだ出てないと思って、やんな、やっぱり。じゃあちょっと先にお絵かきしようかな、お腹空いてきたわアミはね、あのな、最近な、あの、はい、ちょっともう言いたいことが忘れた。朝ごはんまだなの、ダメ、いつも配信終わってから食べんねん朝ごはん。日によんねんけど、普通の時間に起きた日はそれ、その配信が終わってからで、早く起きた日はあの配信前にちょっとだけ食べますけども、今日は普通の時間よりなんなら5分ぐらい遅く起きたので、はい、そんな感じです。やばいな、頭が回ってないわ。のみたん、春休みになったらカジパもやろうねって、やろうね、やろうね。確かに春休みやったら日中にやってもいいんか。でも皆さんお仕事か、 お昼休みの時間とか、ちゃ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 じゃん。あれ、コスモライトさんまでおらんくなった。あ、変わった、かわいい、なんかおまじないしてるパンダになったで。最後の学校頑張ってね、ありがとう、頑張りますねカジュパはアミコババ抜き専門ですねそれはけどな、あれもできんねんで麻雀、ちょっとだけパパに教えてもらった。ほんま簡単なやり方やけどな、あのなんかアミが理解できなさすぎて、とりあえずなんかこうしたらいいんだよっていうのだけ聞いたんですよ。だからそれで、あ、アミはカジューパー、あ、間違えた間違えた、ババ抜き、ババ抜き、麻雀っていう流れでも、たまにババ抜き、ババ抜き、ババ抜き、麻雀、それでだいたい
2、3週ぐらいしてますよ。あー、2週が多いですね。でもあー、パンダが2匹いますね。ちょっと待ってな、真面目に書いてね。なんかかわいい。こんなんがさ、神社におったらさ、捕まえちゃうよな。ちょっとお待ちください。書けたですよ。タラーン。はい、どうですか。じゃん。はいはい、チーズカシャッ。うんうん、ありがとうございます。ありがとう。それでは壇上を読みたいと思います。13位コジーさん、ありがとうございます。12位まさやかさん、ありがとうございます。11位かよちゃん、ありがとうございます。10位ベリマヨさん、ありがとうございます。9位りょうじさん、ありがとうございます。8位てっちゃん、ありがとうございます。7位鉄メガネさん、ありがとうございます。6位まきまきちゃん、ありがとうございます。5位ちゃんしんもさん、ありがとうございます。4位日高浩二さん、ありがとうございます。3位こにさん、ありがとうございます。2位おうみさん、ありがとうございます。そして1位はダラ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 ダダダン、コスモライトさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、私はここに来たのは初めてなんですが、インドネシア人はいますかって。初めまして。あと、まだ来てください。ということで終わりたいと思います。日曜日昼は両方入るんだ。ありがとう、待ってますね。皆さん24日来てくださいね。よかったらお願いします。じゃあ終わりたいと思います。せーの、ちょっと待って、 OK、 せーの、コスモライトさん、ありがとうございました。じゃあまた明日ね。バイバーイ。またね。